こちらの外野スタンド席で簡単にヤフオクドームの概要についてご案内いたします。こちらヤフオクドームは1993年4月2日にオープンいたしました。国内では初めて、世界ではカナダにございますロジャースセンター、旧スカイドームに次ぐ第2番目の屋根開閉式ドームとなっております。それではまずはじめにヤフオクドーム最大の特徴となっております開閉式屋根についてご案内いたします。どうぞ